で、漆原はこの3回を、抑え込むという投球を見せました。3人の打者に対してこれは2アウト目、2回から漆原はマウンドに上がりましたから2イニングゼロに抑えるというピッチングでした。川瀬が今日は1回で9失点という内容でしたので、そして4回の表の攻撃で大里がチーム初安打を放ちました。そこまで、失礼、チーム3本目のヒットですね。その前に園部のツーランホームランが出ていました。そして、村上はここヒットを打たれた後太田をレフトフライ、マッカーシーを三振に取りまして、続く北への投球も三振。試合の中盤の部分をご覧いただいています。4回の表まで終了して大差がつきましたが、4回の裏ワンアウトランナー二塁三塁で、この豊田の三塁ゴロ、2アウトになりましたが、その後高山が、センターフライに倒れまして、このイニングも漆原が0点に抑えるという投球を見せました。今日は村上が6イニングまで投げましたが、この6回もヒットを打たれた後安定した投球を見せました。ツーアウト目もフライを打ち上げということで、最後は太田の打球はセンターの正面というところで、ここもきっちり抑えるピッチングを見せました。序盤のこの展開が大きく左右しましたが、このリリーフで出てきました3人目の長も素晴らしい投球を見せました。力の投球でも完全にねじ伏せるといった投球を見せていきました。さらにこちらは高知のファイティングドッグス出身の石井が出てまいりまして、7回表の投球は見事でした。三振三振の連発ということで、スピードボールとそれから落ちるボールで三振を取って、この北も振り遅れるというような素晴らしいボールを見せました。石井大地のファンも大勢詰めかけていたようで、園部を見逃しの三振、非常に見事な投球でした。でゲームは進みまして、タイガースが最終盤にまた追加点を挙げる場面を迎えます。ワンアウトランナー一塁三塁で、高寺今日ここまで2安打2打点が3打点目を挙げます。タイムリーヒットで11対2。さらにはこの回はショートゴロ、大里がランナーと交錯するところもあったんでしょうが、ミスをしましてもう1点加わるという場面でした。12対2。最後は小野が出てきまして三振で締めまして、12対2、タイガースが大勝ということで、